YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。ジャパンキャンピングカーショー2020ということで、幕張メッセからのお届けでございます。本日僕がお邪魔しているのがアネックスさんのブースでございまして、本日ご紹介するキャンピングカーがこちら、アネックスさんのキャブコンになります。リバティの52の SP という車になります。アネックスさん、このリバティというシリーズ、もう一つ DB という、キャンピングカーもございまして、バンクベッドというような意味で DB という風になってるんですけど、こちらの SP というのが、 SP の S がサイドダイネットと、P というのがペアレンツベッドということで、P の部分はこのリアの部分のベッドがですね、ダブルベッド仕様になってます。DB の方は2段ベッド、こっちはダブルベッドという形になっております。では早速見ていきたいと思います。レッツゴこちらが詳細になります。アネックスさんのキャブコンのリバティ52の SP、ベースがトヨタのカムロードでございまして、乗車が7人、中心定員が3人と子供1人ということで、比較的ゆったりめな、キャンピングカーとして作られているかなと思います。全長が5230、幅が2040、高さが2880。ちなみにこの52っていうのは全長が5200なので、といったところから付けられています。標準装備見ていきたいと思います。まずこちら、エアコンはシングルついてます。給水のタンクは80リットルで、なんとこちらシャワーですね、温水が使えるようになってます。そういったことを可能にするという意味で、現在注目されているサブバッテリーの部分にはリチウムイオンバッテリーが、240アンペアのものが入っていると。でそしてリアのビューカメラ、インバータは1500ワット入ってますので、家庭用の、コンセントっていうんですかね、 AC のコンセントが使えるようになってます。ソーラーパネル薄型のものが230ワットのものついてます。そしてお隣に行きまして、僕がすごく注目しているのがこの床暖房のシステムなんですけど、そうなんです、このキャンピングカー床暖房ついてます。冬になるとやっぱり足元ちょっと冷えることあるんですけど、この床暖房があれば足元から温めてくれるかなというふうに思います。あとは、そのあたりですかね、カセットトイレ、トイレとかも標準装備になってますので、冷蔵庫90リッターのものついてますので、本当にもうこのまま乗り出せるかなというキャンピングカーだと思います。ちなみに展示車についている、オプションとしてはサイドオーニングと電子レンジはこの価格ですので、あったら便利で間違いはないかなというふうに個人的には思います。はい、こちらが、車のリアの部分になります。注目していきたいなと思うのが、まずここのテール部分、下からいきます。テール部分のところですね、テールランプの部分、ベースがカムロードなんですけど、こういったテールランプとかも変わってますし、全体的にこういう曲線がすごい綺麗なキャンピングカーだなというふうに思います。ここの部分は鍵をこうやって開けますとベッドの下になってまして、そのベッドの下、ダブルベッドの下が全部荷物の収納スペースとして確保されています。ダブルベッドサイズがありますので、基本的な、アウトドアに持っていくものとか荷物の収納は全く困らないかなというふうに思います。続いてこちらがアクリル窓、窓もですね、しっかり大きいですので、光を、取り込んだりとかっていうところにも役に立ちます。もちろんこういったところシャッターとかも閉まりますので、夜のそのプライバシーの部分もバッチリ。
で上の部分もそうですね、先ほどご紹介した下のテール部分のこの曲線にもあったようなアネックスさんのロゴがあって、その上の部分にも、まあ、あのライトがついているようなデザインになる。はい、続いてこちらサイドになります。すいません、展示の関係でちょっとバーがあるんですけど、後ろの部分ちょっと見ていきたいなと思います。やっぱり、曲線部分としてはこの運転席の方からつながってくるこのラインの部分もしっかり統一されているなといったところ、ステッカーの部分も同じような感じになってますね。はい、そしてですね、こちらなんですが、ここの部分、鍵がついてまして、ここ鍵開けて上に開けますと、まあ、汚れ物とか、まあ、生ゴミとか、入れられるような収納スペースになってます。ですので、まあ、匂いが出るような生ゴミとかも、こういったところに置くことができます。あとは窓なんですが、おそらくなんですが、DB の方がこちらの窓は少し大きいのかなっていう感じもしますね。まあ、もちろんその分後ろのダブルベッドの部分に加工されているということなんだと思います。もう一つ、アネックスさんのリバティで面白いなと思っているのがこの、上の部分、この上の部分ですね、アクリル窓が2つついてます。キャンピングカーこれはまあ特殊な、まあ、FRP とかっていうようなまあ機材だったり、まあ、アルミというような素材で作られている場合が多いんですけれども、こうやってまあ、大体窓は1つが多い中、ここは2つついているということでございます。その他、お手洗いとかの排水関係、まあ、水回りの排水関係とかっていったところがこの辺にありまして、室外機、家庭用エアコンの室外機が車両の右側後部についているという作りになってます。はい、こちらが室内になります。室内は、まあ、ホワイトウッドというんでしょうかね、いうような形で清潔感があって、まあ、明るくて、といったところと、このリバティに関しては間接照明がすごく、上手に綺麗に使われているなというふうに感じます。特にこの上の部分ですね、このバンクの部分のラインに沿って入れられている間接照明ですとか、そういったところは本当にホテルのラウンジのような高級感があります。こちらベースがカムロードということで、運転席の部分3人座れます。運転席、助手席と真ん中の席と3人まず座れまして、走行中は今僕が座っているこちらの席に、ここと僕が座っているところに2名、そしてテーブルを挟んだ反対側にも2名座れることになってます。で、こちらですね、まあ、もう一つここにもサイドありますので、ご飯食べるときとかはこういったところを使いますと、まあ、人数増やせて、まあ、ご飯食べたりもできますよということでございまして、あとはここに座ってる方、この部分がですね結構広い、テーブルみたい、サイドテーブルとして使えるほどの大きさがございますので、まあ、テーブル以上のサイズはあると思ってもらって大丈夫だと思います。はい、続いてこちらは、まあ、3列目のシートになります。走行中もちろんこのように、前向きに座ることもできますし、ちょっとしたリクライニングができるのかな、こういったところもあります。あったりですとか、あと肘掛け、こういったものもありますので、すごく快適度が増しますよね。そこが面白いなと思います。あと、こちらの窓の部分も、上から下、よいしょ、このように下げますと網戸になりますし、下から上上げるとシャッター閉まりますので、夜寝るとき、換気したいときも全然大丈夫。この辺のスイッチをこのように、まあ、つけたり消したりしますと、まあ、ワンタッチで電気つけたり消したりすることもできますし、天袋もしっかりついてます。天袋もまあ、座ったままこうやって開けたり閉めたりできるのもすごい嬉しいポイントだなというふうに思います。この天袋なんですが、落下防止という意味で、ちょっとした段差もありますので、まあ、そのものがね、落ちにくいといったところも嬉しいポイントだと思います。では続いて、キッチンスペースそのまま見ていきたいと思います。はい、こちらがキッチンスペースになります。二口のコンロとステンレスのシンクになります。で、この上には換気扇もついておりますので、まあ、調理は結構しやすいかなというふうに思います。調理の部分の、なんて言うんでしょう、動線というのもすごく考えられてまして、よいしょ。こういったところに天袋が2つ、収納スペースですね、になってます。個人的にはこういったところに、まあ、トマトの缶詰とか、トマトじゃなくてもいいんですけど、
あとパスタとかっていうのはこういったところに入れてもいいのかなというふうに思います。続いてこちら、その下の部分にロックをちょっと解除すると90リッターの冷蔵庫、こちら標準装備になってます。で、この上の部分は冷凍庫として使うことができまして、お肉なども凍りますので結構優秀。一般的な家庭であれば基本的に90リッターあれば旅で困ることはないかなと個人的には思っています。その他、見ていきたいのが収納スペースですね。深さもしっかりあります。収納スペースが3段ついてまして、まあ、お皿とかお箸とかっていうのを当然持っていくこともできますし、この一番下の部分結構深さがありますので、深いお鍋、フライパンとかっていったものもまあ持ってきやすいかなというふうに思っています。で、こういったところから取ったものを電子レンジがここについてます。なので本当に動くことなくここで全てが完了する作りになってます。一つお伝えしそびれてたのが、ここで調理するときこのサイドなんですが、このようによいしょと開けるとサイドテーブル出てきます。キッチンスペースこれだけしっかり確保されてますし、ダイネットの部分、食事するときのテーブルとかも使えますので、そういったところの、まあ、スペースは問題ないかなと思います。ちなみにボタンを押すだけでワンタッチでこのように閉まるということでございます。では続いてマルチスペース見ていきましょう。こちらですね、ダブルベッドが確保されていながらマルチスペースがもうついてくる。で、こちらもお手洗い標準装備になってます。嬉しいのが、まず下の部分なんですが、排水できるようになってます。ちょっと水飛んじゃったりしても、まあ、ここ、排水できるようになってますし、その右側、このグレーの丸い、ここなんですけど、おそらく、こちら、FF ヒーターの排気口だと思います。FF ヒーターなどつけていると、ここの部屋も一緒に温めてくれますので、寒い冬も、冷たいお手洗いに行くことなく、快適に過ごすことができるというふうになってます。このマルチスペースの中結構明るいと思われると思うんですが、その秘密がこの鏡にあると思います。鏡しっかりと大きいですので、まあそういった面でも身だしなみのチェックとかもできるようになってます。はい、続いてこちらがリアのダブルベッドになります。大人2名がゆったりと就寝できるほどのサイズが確保されてまして、注目はこのスリーピングマット。東洋坊さんのプレスエアーというものを採用していて、通気性、クッション性能、まあ、耐久性、排水性など、まあ、長く使っていく上で必要なものがしっかりと揃っているというわけでございます。まあ、胸にくくて寝返りがしやすいということで、まあ、キャンピングカー長旅する上では必要になってくる、まあ、ところだと思います。もう一つ嬉しいのが、この寝室スペースにも天袋しっかりついてます。収納スペースしっかりついてますので、お洋服、タオル、そういったものもしっかりと、まあ、置けるようになってます。左側のシャッターの部分の天袋などは結構、開けたり閉めたりが楽なので、そこを開けておけば、まあ、サイドテーブルというか、ちょっとしたお飲み物を夜寝るときに置いておくとか、晩酌するときにそこ使ってもいいのかななんて個人的には思います。はい。では、そのまま最後、こちら見ていきましょう。DB とは違って SP はまあ、こちらはまあ補助のベッドとしては考えるぐらいがちょうどいいのかなというふうに思います。まあバンクベッドとして作られてはいるんですけど、まあ基本は大人1名、子供1名が基本となってます。で、なので、基本は夫婦、ご夫婦2人旅で、後ろのベッドで、ゆったりと寝ながらお手洗いもついてるといったところが、チェックのポイントかなというふうに思います。ね、そういった、例えば、お孫さんが遊びに来たとか、そういった時にこういうところをね、まあ使うっていう感覚ぐらいがいいのかな、なんていうふうに思ったりもします。はい、ありがとうございます。と
ということで、本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。